皆さんこんにちは。本の旅の案内人久米沙織です。番組をご覧の皆さんの中で留学を経験したことのある方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。ご自分が行ってなくても、例えばお子さんとか、兄弟の方とか親戚の、お嬢さんとか息子さんとか、誰かがアメリカとかイギリスとか、韓国とか中国に留学したことがあるよという方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、でも皆さんちょっと待ってください。明治生まれの女性が、それも戦前にアメリカの大学で博士号まで捉えたっていうことになると、すごい方だと思われると思うんですけども、そんなすごい方がいらっしゃったんです。はい、今日ご紹介します松岡朝物語の朝さん、どんな人生だったんでしょうかね。私もワクワクしています。今日は朝さんと一緒に本の旅に出かけたいと思います。はい、今日は今回ご紹介する、松岡朝物語の監修を務めてくださいました、松岡優子さんの方にスタジオの方にお越しいただいていますので、早速お話を伺っていきたいと思います。どうも松岡さん、こんにちは。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。北海道小樽生まれ。6歳の時、大叔である松岡朝さんの養女になられた松岡優子さん。16歳の時に洋画家の石川茂彦画伯の指示で油絵を学び、東洋英和女学院短期大学在学中、アメリカの大学に留学。その後、ミシガン州立大学美術学部を卒業し、設計事務所のインテリアデザインや文化学院精神インターナショナルスクールの教師を務められました。その後、洋画家の田中忠雄画伯にキリスト教絵画を勧められ、現在に至るまで個展やグループ展を催してご活躍されています。今日の本の旅、松岡朝物語は、日米日中友好と文化交流に走り続けた松岡朝さんの物語です。ご本人が英文で書いた原稿を松岡優子さんが2年がかりで整理し、著者角山翔道さんが整理された原稿をもとに物語を仕上げられました。一般社団法人海外と文化を交流する会の機関誌に連載されたものに関係写真を加え、読みやすくまとめた一冊です。はい、この本の原稿がですね、もう約半世紀近く屋上の物置の方に眠っていたと、ご本を読むとみかん箱の中に、随分入っていたというようなことが書かれてあったと思うんですけども、大変驚いたんですけど、半世紀過ぎてから今回このような形で出版をされるということで、まずその経緯から教えてください。松岡朝は私の大叔にあたって養母でございますけれども、本当に何て言うんでしょうね、いつも次から次へと自分は何をしたらいいか考える人で、それで70歳半ばぐらいの時に自分史みたいのを英文で書き始めたんですね。でなぜ英文かって言いますと、アメリカで出版したいと思ったんですね。それで自分で英文でずっと原稿手書きで書いて、それを私の住んでる家と松岡朝の家と、2軒こうくっついておりましたので、何を彼女がしてるかっていうことは私分かってるんですけれども、私も子育てのさなかだったもので手伝えなくて、私の東英和女学院時代のクラスメートに、全部頼みましてね、でその松岡朝が自分で英文で書いた原稿をクラスメートが来ては、それをもらって家に持ち帰ってタイプ打ちをして、というそういう繰り返しで、その随分遂行したり、構成したりして、例えば第1章が何束もあるわけですね、書き直して。アメリカについに最終的にはアメリカ人 の、 プロのライターが監修してくれて、それでアメリカの出版社に送ったらしいんですけれども、返事がラブストーリーが一つもないって、だから書き直して
くれと、うん、はい、とそうしました。松岡さんもその時また並行して違う今度新しい公益法人の団体を設立する方もやっておりましたので、うん、はい、とてもそのもう70歳、うん、半ば過ぎで書き直すなんていうことはもうとてもできなくて、はい、でもそのままもうみかん箱に入っちゃったわけですね、はい、それでまあ、いろいろ ありまして、うん、で87歳で亡くなった後も、はい、もうずっと屋上 の物置の中に、うん、はい、埃まみれのみかん箱に、はい、いっぱい入っておりまして、はい、ある時私の息子ですから、はい、松岡さんの孫が、うん、これ和訳してほしいと、はい、それでみんなに読んで、うん、松岡さんってどういう人だったか、はい、知ってもらうのにもいいからって言い始めたんですね、うん、突然、はい、それで彼は何にもしないで、はい、仕方がないので私、うん、またクラスメートの方に、はい、和訳してほしいってお願いして、うん、はい、で何束もあるもんですから、はい、同じ賞が、うんうんうん、でコピー機とか録音機のない時なので、はい、私がそれを全部英文の読んで、はい、この部分はこっちの束はここがいい、こっちはここがいいって切りましてね、はい、貼り合わせて、はい、でそれをクラスメートに送って、でクラスメートがそれを、はい、和訳してくれて、はい、でまた私に戻して、それでこれでいいとなったらばそれをプロのライターの角山さんという方にお願いして、はいはい、物語にしてもらった。なるほど。それで松岡朝物語で、角山さんが、はい、著者ということになってるんですね。そうですね、はい、でも大変な量の英語の原稿をまず英文を整えて皆さん行かれて、それから今度和訳をしてっていう、もうすごくステップを踏まれて、2年かかったんですね、はい、で私も夫の介護をしながらですので、はい、そう毎日毎日できませんし、はい、で角山さんプロのライターもなんかスケジュール決めて、はい、第1章第2章第3章はこの辺りのに欲しいとか、はい、言ってらっしゃるし、うんうんうん、でもちろん私のクラスメートの和訳する人も風邪をひいたり、はい、2週間ぐらい休んだり、はい、そういういろいろなことがございまして2年かかった、はいはいね、第1章から第15章まである長いストーリーなんですけど、ね、まあ、本書の内容についてあんまり伺ってしまうとネタバレになってしまうんですけども、はいはい、まあ、大体の概要についてだけ少し教えていただけますか。で、私が勝手ながら、はい、そのアメリカの出版社がラブストーリーがないということがすごく頭に引っかかりましたので、はい、最初の彼女が全然本人は書いてない、はい、結婚と離婚と、はい、そういうストーリーと、はい、それから最後の方のちょっと、まあ、ちょっとその離婚した方への思いを彼女が、うん、はい、語ってくれたりしてましたので、うん、はい、最初と最後に私が付け加えた、はい、というところございます、はいはい、最初の結婚は、あれですよね、お婿さん養子 で松岡家に入っていただくための、うん、まあ、旦那様として迎えられたというか、はい、ご結婚された方が、はい、はい、まあ、あちらのお母様がなかなかそれに意に反して、はい、やはり普通の結婚をされたかったというようなことで、朝さんがだいぶそこで、そうですね、ショックというか大変なことになってしまったんですね。当時両親が別れさせちゃったという感じなんですね、はい、それで本人が私に話してくれたのでは3年ぐらい泣き明かしたと。それで当時はその離婚とかっていうのはとても、はい、恥だとか、はい、もう思って、はい、もうそれはもうひた隠しにも自分の中にも隠してしまって、うん、はい、でこれではいけないと思って、うん、アメリカにその福祉の勉強に行きたいと、はい、で父親がバラさんっていう一番なんか初期の宣教師、はい、の第一期生らしいんですね、はい、ね、それで書いてありました、はい、それで女性がねそんな教育を受けてっていうの時代ではないんですけれども、はい、教育を受けて強くなって、うん、はい、それで福祉の勉強をして、はい、で国と国の架け橋に なれるようなね、うん、女性になってほしいという父親が、はい、20章ぐらいのこういうことを守ってアメリカに行きなさいっていうのを、はい、大変美しい
小さな小冊子みたいのに書いたんですね、はいはい、でそれをあの松岡さんは頼りにそれをしょっちゅうしょっちゅう、はい、あのもう暗唱するほどに、はい、あの読み込んで、はい、それであのなんかシャプロンのヘーゲン夫人という方が付き添って船でアメリカに29歳の時に行ったわけなんです。それで、はい、それであの最初はフィラデルフィアの福祉の学校に2年間学んで社会事業を勉強して、はいはい、それからあの今度コロンビア大学の方を勧められて、はい、コロンビアがの大学10年勉強したんですね、はい、で学士修士で博士 号で博士号を取る前に関東大震災がありまして、うん、はい、父親から電報が来てもうあの仕送りはできないと、はい、だからだけどお前はねこれでもって断念して帰ってくるような娘ではないね、うん、はい、あのもっとやはり学業を続けたいだろうっていうふうな電報だったんですね、はい、うん、それであの大変いろいろのアメリカ人の親切を受けて、はい、本人はあの父親が貿易商で、はい、あの横浜に蔵をいくつか持ってましたので、うん、はい、そこにあのいろんなあの書物がありまして、うん、その中にあの武器武具の鎧兜ですか、はい、そういうこと あの書物もたくさんあって、うん、それを読みふけてたんですね、うん、幼い時に、はいはい、でまた古美術商が来て、うん、であの父親と一緒にいろいろ学んだということで、はい、あのそれがとても役に立って、はい、あの結局あのメトロポリタンミュージアムの、うん、あの武器武具部、はい、にあのコレクションを全部あのご寄付なすったバッシュフォード・ディーン博士っていう方のおかげで、はい、うん、月謝はあのスカラシップがもらいましたけど、あと生活費、うん、お小遣い、はい、そういうものもあの十分にあのも、うん、あのお給料でもらえるようにしてくださって、はい、それがあのご本に書いてあるメトロポリタンのミュージアムで、はい、そういうあの古美術というか武具のところですか、はい、の分類とか仕分け、そうなんですね、資料の仕分けとかの、はい、まあアルバイトというにはあまりにももっと専門的なお仕事ですけども、されてたですから、ね、メトロポリタンミュージアムだけでなくロックフェラーさんとかそれ以外の日本のコレクターが、はい、あのニューヨークにも いらっしゃいますので、はい、あの紹介されてあのそちらのいろいろとあの分類したりして差し上げたんですね、はい、でとても喜ばれて、うんうん、ですからそれでもって4年間のその博士号の勉強ができた、はい、ということです、はい、あの今あのバラさんってあのお名前が出たのは、いわゆるあのこれですね、ジェームス・ハミルトン・バラ宣教師さんっていう、はい、一番初期に日本に来られた日本のプロテスタント教会立ち上げの時に、はい、すごく尽力をね尽くされた、はい、宣教師の先生とお父様が、はい、あの朝さんのお父様がもう、信仰があったということですよね、はいはいはい、ま、でその後、日本に、帰ってきて震災もありましたけども次に中国に、赴かれるということがここに書かれてあったんですけども、でもあの、はい、随分大変あの結局10年勉強して博士号を取ってはい、でそれもあの博士論文があのとても高く評価されて、はい、あの政府が印刷をしてくれたという、うん、名誉なことだったらしいんですね、はい、でそういうこともあってあのアメリカであの各州を回ってであの 日本の国民はこういう正倉院のような、うん、あの文化を愛する国民であるっていうレクチャーをね、うん、はい、あの150回、はい、あのもちろん英語でですけれど、はいはい、して回ったんです、はい、うん、もうそれ全米各地を回られたんですね。それで、あのでもあの当時もう1938年頃で、はい、あの日本がもう中国へ侵略、うん、はい、戦争の始まりの頃で大変日本にあのアメリカ人の多くが反感を持ったんですね、はい、そういう難しい時に、うん、あのもう一生懸命その日本のはあのそういう国民ではないという、はい、あのレクチャーをしまして、うん、はい、それで自分の目でじゃあ一体中国で何が起きているのか確かめたいということで、うん、中国に行くわけですね、はいはい、でそこの下りも詳しくここに、はいはい、ここにね、で書いてありますね。結局6年以上中国におりまして、はいはい、帰国子女たちのための
クラブをしたり、それから南京児童学園という、はい、子どもたちの学校を立ち上げたり、うん、それからあと難民がものすごい数いらして、はい、冬が特にね、はい、餓死してしまう人が多いので、うんうん、その人たちのために、はい、毎日お昼にお粥をね、はい、無料で、うん、施すということをね、はい、して、それはもう中国人に歓迎されて、はい、炊き出しするのに、うん、いろんな市民が手伝ってくれたらしいです、うん、なるほどね。お若い頃にお父様がすでに、うん、あなたは福祉 の, ことをするようになるよって、世界 の, 人たちのために働くようになりますよって、そういう人生じゃないかなっていうことを朝さんがお父様から伝えられてるっていうことが書いてあったところがあったんですけど、はいはいはい、まさしく中国に行かれてそういう働きを、はい、まあ、その後のいわゆる日本でのユニセフの立ち上げにお力を尽くされたような、そのこう何ですか、道備えになるようなお仕事をすでに中国でされていらっしゃったということですよね。あとラストエンペラーと言われている愛新覚羅溥儀さんにも、はいはいはい、お会いして、まあ、いろんなお話をされてたっていうようなことも書かれてあって、はい、まあ、本当にそうそうたる、はい、方々と会われて、まあ、さまざまなところで人のためにまたエコノミーなこう経済的な交流ではなくて、うん、文化的なカルチュラルな、ね、交流を本当に第一にされた朝さんだったと思うんですけども、うん、すいません、皆さんあとは本をじっくり、うん、読んでください。もう70年代の本当に大変な、ね、学生運動の時代を経て、本当に80年代になるまで最後の最後までやはりどちらかというとこうスタッフに徹するような表に出るではなくて、その裏方でお仕事をずっと回してこられた、ね、朝さんだと思うんですけども、松岡さんにとってはどんな、お人柄で、またどんな人生を歩まれた大おば様でいらっしゃったのか教えてください。はいはいはい、私は松岡さんに出会ったのは4歳の時で、はい、父が歯科医で従軍にしてもらって中国に奥地に行くということで、はい、母と兄と私も一緒に中国へ行ったわけですね、はい、で4歳の時に初めてその松岡さんに出会って、でとても可愛がられて、はい、ただ私が6歳の時に、うん、母が35歳で亡くなるんですね、はい、心臓弁膜症で、うん、でその死ぬ直前に遺言で、はい、松岡さんの養女にしたいと、うん、松岡さんに言うわけですね、はい、だけど病のなんて言うんでしょう、突然のそういう思いつきで言ってるんだろうと松岡さんは思ったんですけれども、はい、もう二度も繰り返してそう、そして、うん、あなたの、おばのね、はい、跡取りにっていうので、はい、で私を自分の養女にすることに決めたわけですね、はい、で大変私も懐いておりましたので、はい、大和について、はい、でどこへ行くのにも一緒に行きなさいっていうのが遺言でしたね、母のね、はい、はい、でとても可愛がられて、はい、育ちまして、で日本に帰ってきてももう焼け野原なわけですよね、はい、で今の時代はもういろいろ楽しいものだらけで、はい、娯楽やなんかもいろんな美術展や何かも多いですし、うんうん、よりどりみどりという時代ですけれども、はい、当時はもう焼け野原ですから、はい、唯一あるのは上野の博物館であるとか、はい、それから日曜日の教会の後には日本橋の三越とか、はい、高島屋とか行って、まあ、京都は爆撃されなかったもんですから、はい、振袖とか帯とか、はい、そういうものが陳列してあるのを、うん、買うんではなくて、はい、目の保養にいつも連れてって見せてくれた、はい、ということで、うん、博物館へ行ったり、はい、デパートのそういう美しいものに接するようにして、うん、はい、それからなんかミュージカルも行くようにして、それからオペラがイタリアオペラが来ればそれも一生懸命切符を取ってくれて、はい、うん、聞くようにしてくれたり、して、それから松岡さんがいろいろな人と出会う時には、はい、ほとんど連れて行かれて、はい、いろいろといろんな人間
というんですか、うんうん、の勉強を、はい、させてもらったように思います。はい、はい、あの松岡麻さんについて、はい、また伺いたいんですけども、はい、どんなお人柄の方で、まあ、どんな人生を歩まれた方なのか、はいはい、教えてください。彼女の頭にはいつも人生は一回きりの正体であるということが念頭にありまして、はい、一生懸命誠実に石にかじりついてでも一度決心したことは成し遂げるというタイプの人でしたね、はい、それで情熱家でもありました、うん、はい、で子供好きで特に日本の子供たちの将来を案じて、はい、絶えず日本の将来ということがとても気になっている人でありましたね、うん、はい、ですから学生運動がありました時にも、はい、大変荒れ果てた若者たちの様子をテレビで見ては嘆いて、はい、でこれではいけないと、うん、エコノミックアニマルと言われてましたけれども、はい、そうではなくてやはり心と心の交流というものが大事なのだということで、うん、はい、最終的にはそういう文化交流の、団体の公益法人設立しましたね、はいはい、でそれも若い頃に、はい、根本翔さんというクリスチャンの代議士がおられまして、はい、その人の遺言で、はい、あなたは将来ね、うん、文化交流に携わる仕事をした方がいいですよっていうことを言ってくれたらしいんです、はい、うん、でそれが一生涯忘れられなくて、はい、晩年はそれに関わった仕事をしようというので、うん、海外と文化を交流する会というのを立ち上げましたね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、優子さんはキリスト教絵画というものに携わっていらっしゃるということなんですけども、そのお働きについて教えてください。はい、松岡さんは、はい、私がその実の母親の生き別れというんですか、はい、じゃなくてなんて言うんでしょうね、それから早く立ち直るようにというので、はい、絵を描くたんびにすごく褒めてくれたんですね、うん、はい、それで個人教授の画家もいろいろ紹介されて、はい、先生に弟子入りをしたり、はい、しましたし、それからアメリカへ19歳の時に留学したんですけど、はい、初めて留学した大学が長老派の大学で、うん、はい、新旧約聖書がもう1300人の全生徒に必修だったんですね、うん、はい、ですからキャンパスにもパイプオルガンが流れてたり、うん、してそこは美術学校ではありませんのでリベラルアーツですので、はい、うん、まあ、いろんな地質学だの社会学だの、はい、そういうものも勉強しなくちゃならなくて、はい、ただ美術のコースは選択できましたので、はい、で教授たちがまあ褒めてくれて、うん、であと日曜の礼拝には何回か生徒は出なくちゃいけないということになってて、あ、はい、たまたまある日の日曜の礼拝の時が、はい、音楽専攻の学生たちによる、うん、ハインリッヒ・シュッツという作曲家の十字架上の7つの言葉ということが、うん、演奏されて、はい、主役のキリストの役の人が、うん、歌ったわけなんですね、はい、そうしますと本当に何て言うんでしょう、音楽を通して、うん、語られると、はい、いわゆる聖書のこう文字で読むのと違って、うん、はい、もろに飛び込んで胸の方に飛び込んできて感激したんですね、うんうん、はい、それでその7つの言葉をちょっと絵にしてみたいと思ったのが、はい、一番最初の私のスターティングポイントだったと思います、はい、キリスト教絵画というものに、うん、なるほど、はい、それで、はい、あとでもデザインの勉強をしておりましたので、はい、結局アメリカでもそれから日本に帰ってきても設計事務所でインテリアデザインの仕事をしておりました、はいはい、ところがたまたま日本で田中忠雄画伯という方、はい、日本のルオーと言われている方なんですけど、はいはい、その方
にとお話しする機会があって、はい、あなたはやっぱり純粋美術の方を、やった方がいいと、デザインじゃなくて、はい、でキリスト教美術協会というのがあるから、はい、というふうに勧められまして、で今に至るまで毎年美術展をキリスト教美術展を銀座教会の1階の福音会センターというところで、はい、今は毎年2週間ほど開いております、はい、でその教会は先進的な美術を心がける人っていう人が、はい、20数名、出品しておりますんですけれども、はい、毎年そこに絵は出しておりますんですけれども、はいはい、でもスタート地点がアメリカに留学されていた時に聞いた、はい、いわゆる聖書の世界が立体的になってくるというか、その音楽を通じて、うん、イエス様の十字架上の御言葉がこう立ち上がってくるような、そういう感覚を持たれたことで絵を描こうと思われたって、すごいことですね。でも、私フランスのね、大学留学時代にもヨーロッパの大聖堂の、はい、建築とか、それからステンドグラスであるとか、勉強する機会がありまして、はい、フランスのシャルトルというところの、はいはい、バラマドが有名ですね。そうですね、はい、ステンドグラスが素晴らしくて、それが12世紀のステンドグラスが今もずっと大事に残されているというので、はい、それにすごくショックを受けましてね、はい、なんとなくやっぱり自分の絵がそれの影響というわけでもないんでしょうけど、うん、割と透明な色彩で描いております。はい、はいはい、じゃあ今も毎年そうですね、そうですね、それで必ず描いてる時には途中でやっぱり自分の絵はすごく良くないのではないかと、自分には才能ないんではないかというふうに思うんですね、はい、でそのやはり宗教局であるとか、はい、いろいろ音楽の力を借りないと、うん、続けて書いていられない、はい、ということで、はい、いつも音楽には助けられております。はい、多分キリスト教の世界は音楽と美術と建築とその3つがすごくこう密接な関係になっているかと思うので、はいはい、きっと音楽も寄り添うことが、ね、できるんじゃないかと思います。これからこのご本を読まれる方、またこの番組をご覧になっていらっしゃる皆様に、おすすめするこのご本の読みどころというのを、教えていただけるでしょうか。はい、はい、松岡さんは父親の、はい、影響というものが最初は大きかったんですけれども、はい、アメリカに行って十数年暮らしてて、本当にもう底なしの善意、アメリカ人のね、はい、親切っていうものに助けられて、はい、それが大変その後の彼女の人生に大きな大きな影響を与えましたね、はいはい、そのあたりを皆さんに、そうですね、この本を読んでいただけるとね、はい、そこかしこに出てまいりますのでね、はい、立派な方たちの言葉が、うん、描かれてますので、はい、もう素晴らしいアメリカ人という、うん、もうクリームのトップの方、はい、の人と、アメリカ松岡麻生はよく言っておりましたけど、はい、そういう方に出会って影響を受けた、うん、はい、ということが後半の彼女の人生を左右したと思います。はい、はいはいはい、ぜひ皆さんそのあたりをチェックしてお手に取って読んでみてください。それでは最後になるんですけども、うん、読者へ番組を見てくださっている皆様に、お伝えしたいメッセージをお願いいたします。はい、つい最近素晴らしいローマ教皇さんが来てくださいましたね。で、方のそのメッセージ、うん、その広島とか長崎とか東京でも大変分かりやすくて、はい、
心に残って、うん、で不思議なことにマスメディアもとても善意に取り上げて報道してくださいましたね、はい、それで最後の最終日に27日でしたか、はい、上智大学の学生たちに呼びかけましたね、はい、で誠実に生きてくださいと、うん、誠意を持ってそして人に思いやりを持ってほしいという、うん、大変この分かりやすくて、はい、今の日本の若い人たち、うんにの心に訴える、うん、メッセージをくださったと思うんですね、はい、でこれは本当にものすごいパワーだったと思います、はい、今の日本にとって、うんはい、と思います、はいはいはい、ぜひご本を読んでくださった方はもしかしたら朝さんの物語からまたすごい力をいただいて、はいうん、文化のために生きまた他者のために生きる、はい朝さんから何かこうパワーをもらえるんじゃないかなと思うんですけどもぜひ皆さんこのご本を読んでみてください、はい、今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。すみません、はい、ありがとうございました。はい、それでは私たちはこれから、松岡優子さんの生のお声で朗読をしていただきまして本の旅を楽しみたいと思います。コロンビア大学院から朝が博士号を授与された後の1938年頃は日中戦争が始まる機運にあってアメリカ人の多くが日本人は弱者である中国を苦しめているという非難の声が強くなっていました。朝は日本に対する誤解を正す責任を強く感じアメリカ人の知識人に意見を聞く機会を作りました。朝は日米協会の現会長ヘンリー・タフト氏へ手紙を送った。ヘンリー・タフト氏は丁寧な返事をくれて朝をウォールストリートにある自分のオフィスに招待してくれた。朝はタフト氏に尋ねた。効果的にやるには日本はどうすればよいでしょうか。タフト氏はあなたのようなアメリカをよく知りアメリカ人の友人を持つ人間をたくさん送り込むべきです。そして個人的な友人と率直な話をしなさい。それが大変重要なのです。例えば今日のようにあなたは私に会いに来てくれましたね。友人として私たちは気楽に自由に話せました。それが大事なのです。この友情はあなた方の大きな財産ですよ。日本はこれを失ってはいけない。強くしっかりと掴んでおきなさい。あなたが友人に話をすれば彼らはそのまた友人に話します。いいですか。それは小さな石を池に投げ込むようなものです。最初は小さな波紋に過ぎなくても次第にどんどん広がってやがて池全体を覆うようになるのですと言った。そして朝は強く決意した。そうだ、私は小さな石になろう。今週のブックスケッチです。今日は、松岡優子さんにたくさんのお話を朝さんについてのお話を伺いました。まだまだ時間が足りなくてですね、もっともっと伺いたかったんですけども、このご本の中にある本当にエネルギッシュで明治生まれの女性ですけども自分が何をやりたいか何を学びたいかそしてどこに行くべきかというのを自分で決めて行動されるその力というのは、すごくこう勇気を与えられましたしなんかかっこいいなと思ってしまいました。優子さんが先ほどおっしゃいましたけども
ども、この前来たフランチェスコ教皇様がとてもいいメッセージをされたということでしたけども、あの教皇様がおっしゃっていた、あの何のために生きるのかではなくて誰のために生きるのか、これが大切だというふうにおっしゃっていたんですけど、私まさしくこの、朝さんの物語を読んで、朝さんという方は本当に焼け野原の日本で、食べたり着るものにも困っていた時に、本当にユニセフの活動の立ち上げをスタートさせたりして、本当に他者のために誰かのために生きるということを最後までされた方だったんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん、この松岡朝物語を読んで、そして私も何かできるかなっていうふうに考えてくださったら素敵な人生になるんじゃないかなと思います。おすすめの一冊です。それではまた次回本の旅でお会いしましょう。ありがとうございました。